メトバ川は、長野県松本市を流れる一級河川。小さな川であるが、松本市の中心部を流れるため、松本の人には馴染み深い。江戸時代初めの頃には、女道田川と呼ばれていた。長野県松本市大和三佐山にある、三佐山峠に源を発し、松本の市街地を流れ、田川に合流して奈良川に入り、さらに、安土川と合流して、西川になる。 メトバ川は全体に国道254号の変更前のルートに沿っている。川には鯉が放流され泳ぐ鯉を眺めることができる。江戸時代以前、市街地部分のメトバ川は現在松本城がある。地点の西側を北北東から南南西にほぼまっすぐ流れていた。それを16世紀後半にこの地を支配するようになった武田氏が 城下町を造営する際に松本城の外堀の機能を持たせるためにまっすぐ南下させて急に西にカーブするよう流路を人工的に変更したものである。この部分は上流よりも川幅が狭く、このため大雨の際には氾濫しやすくなったと言われる。1959年8月、台風7号が長野県内を通過した。台風7号は松本市を直撃し、 大きな被害をもたらした。メトバ川は上流からの流木が橋脚に絡まり、そこへ流されてきたゴミなどが絡まり水をせき止める、格好となった。このせき止めにより、メトバ川は市中心部で氾濫し、市内は泥まみれになり4000個もの家屋に被害があった。これを教訓にメトバ川に架かる橋には、橋脚が取り付けられていない。市内中心部を流れているため、 川幅の拡幅はできないので、川底を深くして、氾濫を防ぐ工事が、長野県奈良井川改良事務所により行われている。メトバ川と田川の合流地点。この画像の右側に、西川通船船バーと日がある。この日のメトバ川には、泥濁りがあった。2012年3月21日撮影メトバ川と田川の合流地点に建てられている。 西川通船船付きバート後1832年に、千曲郡白番村の織井エモ門が許可を受けて、西川通船事業を始めた。松本藩では、メトバ川と田川の合流点に、船会所を設けた。明治時代になると、織井市の独占権がなくなり、いくつかの通船会社ができた。通船の発着所は、一時は、メトバ川の千歳橋付近に移されたこともあった。 1902年に、死の井線が開通すると、松本からの通線は廃止された。1968年、メトバ川船着き場の対岸に、西川通線船着き場跡碑が混流された。ありがとうございます。